先生、驚かせてすいません。電気がまだついていたんで、もしかしたら消し忘れかもしれないと思って、それで確認しに来たんです。何か探し物ですか？よければお手伝いしますよ。俺ですか？俺は生徒会の仕事があって、最終下校時間は過ぎていますが、そこは会長特権ということで見逃してもらってるんです。ありがとうございます。でも生徒会長なんて体のいい雑用係ですよ。それより先生の探し物は？ああ、もう見つかったんですか？それはよかった。ああ、じゃあその散らかった段ボールの片付けだけでも手伝います。え？ドア閉めちゃダメ？どうしてですか？ドアが歪んでいて、閉めたら外からしか開けられない？本当だ。開かない。すいません、先生。俺たち、閉じ込められた、みたいです。先生、スマホで、他の先生方に連絡取れますか？職員室にスマホを置きっぱなし。いや、俺のは充電が切れてしまったんです。困りましたね。窓からじゃ出られないし。先生、落ち着いて。そんなに力任せにドアを叩いても仕方ないです。とりあえず片付けをして時間を潰しましょう。その間に他の先生が気づいてくれるかもしれません。誰も気づいてくれませんね。どうして先生が謝るんですか？開けっぱなしにしてた意味も考えず、不用意にドアを閉めたのは俺です。謝るのは俺の方です。申し訳ありません、先生。先生は優しいですね。じゃあお互いに謝るのはこれでおしまいにしましょう。とりあえず座りませんか？床に座るのは抵抗があるかもしれませんが、ずっと立ってるのも疲れるでしょう。もう他の先生方も帰ってしまう頃ですよね。守衛さんが見回りに来るまで我慢するしかないかな。俺は遅くなっても大丈夫です。一人暮らしなので。親は仕事の都合で海外にいるんです。だから親が心配してどうこうってことはないので、安心してください。先生こそ明日は休みだから、彼氏とゆっくりお酒でも楽しむ予定だったんじゃないですか？先生、彼氏いないんですか？へえ、
こんなに可愛いのに。からかってませんよ。本当にそう思ってるんです。だから、先生の授業が受けられる。一年生が羨ましいです。あ、大丈夫ですか？少し冷えちゃったから。先生、これをどうぞ。俺は大丈夫ですよ。ブレザー、膝掛けにでもしてください。ほら。で、先生は、こちらに。暴れないで。こうやって、後ろから抱きしめていれば、先生も俺も、暖かいでしょう。それと、先生。手を貸してください。両手です。あ、やっぱり、めちゃくちゃ冷たい。はあ、これで、少しはマシになるかな。って、先生、顔も首筋も、真っ赤ですよ。もしかして、暖かいを通り越して、熱くなっちゃいました。すいません。先生の反応が可愛くて、意地悪を言いたくなっちゃいました。ほら、先生。俺から離れようとしないで、俺に背中を預けてください。二人でくっついてると、暖かいですね。先生、すごくドキドキしてる。俺のこと意識してくれてるんですか？そんなに全力で否定しなくてもいいじゃないですか。ひどいな。生徒といえど、俺だって一人の男なんですから。ねえ、先生。いいこと、教えてあげましょうか。この資料室、生徒会室からよく見えるんです。だから俺、先生が探し物をしていること、気づいていました。実は、ドアのこと、顧問の先生から知らされてたんです。この資料室は、生徒会の資料も保管してあるので、古いものですから、使うことはほぼありませんが、それでも一応、ということで。え？知っていて、わざとドアを閉めたんです。先生と、二人きりになりたくて。悪ふざけや冗談にしたいんですか？残念ながら、俺は本気です。二人きりの時間を過ごして、先生のこと、たくさん知りたいんです。もちろん、俺のことも、たくさん教えてあげます。こうやって抱きしめているだけでも、先生の頼りない肩の細さ、手の小ささ、髪の甘い香り、暖かな体温に、鼓動の速さ、いろいろなことがわかります。嬉しいな。俺の鼓動、速くなってるのわかりますか？先生と密室で、密着しているこの状況。
想像以上に興奮します。本当は先生のことずっと見てたいし、何でも知りたいから、お家や持ち物に盗聴器やカメラを仕掛けたいんですけど、さすがに犯罪でしょ。それに先生のプライベートを全て暴くのはもっと先でもいいかなって。楽しみは少しずつ味わわないと。でも先生、実家暮らしだからってちょっと油断しすぎですよ。カーテンも閉めず、あんなあられもない格好で窓の近くに立つなんていただけません。それに洗濯物、下着もずっと外に干してるんですか？ご家族の分と一緒だとしても、若い女性の下着なんて見ればすぐにわかるんですから、室内に干すべきですよ。先生が無防備すぎて俺心配です。職員室で手伝いをしてるとき、職員名簿が見えたんです。別に悪いことはしていませんよ。だって名簿で住所を知ったのも、その後お家の近くを通ったのもたまたまです。お庭の洗濯物が目に入ったのも、窓辺にいた先生の姿が見えたのも、もちろんたまたまなんですから。まるで俺が先生のストーカーをしてるみたいな言い方。もしかして今頃危機感を覚えたとか。ほら、暴れないでくださいってさっき言いましたよね。恥ずかしがるだけで何の警戒心もなく、俺の腕の中に収まったのは先生ですよ。もう逃がしませんから。見回りが来るまでまだまだ時間はあります。先生、俺とたっぷり仲良くしてくださいね。